皆様に報告がございます。重大発表です。用意スタート。男に二言はないな。食べさせてみよう。聞いたやつがっすね。はい、どうも。本日はですね、はい、13話宇垣武役のリバースの優子さんに来ていただきました。リバースの優子でーす。どうも。リバースでーす。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして初めましてでした。初めましてでした。初めましてでした。ありがとうございました。本当に完璧なお芝居でした。いや、そんな完璧はやめてください。本当にほぼテイクワン。いや、マジで、いや、マジでマジで、ね、皆さんがあの上げてくださったんで。いやいやいや、テンションリバースの5人がすごいわ。まあでもそれは嬉しいわ。影の実力者。よかったよかった。チュンボーさんはダンスやってたから、はいはい、体の使い方とかすごい上手かった、はいはい、であと表現をする意味でその恥ずかしくない、はい、ジョリボーイとフーさんはその聞きたいですね。アクションシーンあったんですけど。あの2人が、はい、トイックは、はいはい、もう見た目通りの役だったんで、痴漢役みたいな、はい、痴漢役で、トイックには痴漢とかじゃないですよ、はいはい、ただあの見た目は、ね、痴漢ですけどね。痴漢やかい、やめなさい。痴漢役で、はいはい、けど一番出城が多くて、はいはい、そうですね、一番セリフ量もあるこの13話の宇垣武、はい、マジで優斗くんによかった。本当にありがとうございました。マジで実際、はい、撮影してみてどうでした。いや、まあ正直この話いただいた時にセリフ量にちょっとびっくりして、本当のこと言うと昨日ちょっと寝て、あ、マジっすか、ね、寝ずにちょっとまあ見て、ありがとうございます、まあ、イメージどんなかなって なんとなく自分なりのイメージで、まあ、来たかって。いやいや、そのイメージが肩幅に詰まってるんですけど、めちゃくちゃ、あ、この人この役にぴったりってみんな言ってたから、うん、あ、そうなの、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ゆうとくんが出てる13話ですね、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、引き続きドラマガラクタみんな見てねー。ゆうとくんのツイッターとインスタ概要欄に載ってるよ。ありがとうございます。お願いします。あとリバースの YouTube も概要欄に載ってるよ。あ、ぜひとも見てください。お願いします。はい、はい、今回ですね、12話梅雨崎美穂役竹森瑞穂さんに来てもらいました。イエーイ。お願いします。あたらはミッポンです。はい、ミッポンチャンネルやってるよ、 YouTube ね、うん、そう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 、まあ、概要欄に貼ってるので、うんうん、ぜひそちらも見てみてください。はい、はい、今回12話なんですけど、はい、どうでしたか。なんかこれは動画で見てた部屋かっていう。ああ、見てくれたんだ。ありがとうございます。嬉しい。確かに確かに。で、動画で見てた人みたいな、弁護士の人みたいな、有名人になってた本物だみたいな。え、嬉しい。マジさ、うわ嬉しい。俺でも一発目もあって、なんかもう俺らとはすぐ世界違う人やなと思って。ワンピースで言うともう多分天竜人の方、俺らはどっちかっつったらサボとかの幼少期におったあの海の町で。そう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 、絶対頭ええし、うん、着てるものもやっぱなんかいいものですよね。そう、まあ、上品ですけどね、うん、こんなネクタイで大丈夫かねと思って西成で買った、うん、ミッションすごい良かったよ。ここちょっと出てる。ちょっとね、なんか、ダサい感じが。多分ね、狙ってないんですよ、こいつは。あ、そうなんですか。そうそう、狙ってはない。ベストのサイズが合ってないとか。それを狙ってんの。狙ってます。絶対狙ってないじゃん。やっぱ見るとこがやっぱちょっと違いますね。すごい。だって本当にいろいろやられてて、うん、歌もね、シンガーソングライター、うん、で、役者、うん、女優、うん、で、モデル、うん、で、YouTube、うん、からの実業家育成。ほら、そんなに、いやもう天理指とやだから、へぇぇマジで、ちょっと今後ともよろしくお願いします。はい、この12話が流れるのが3、4ぐらいなんで、うん、まあもう少しの辛抱って感じですね。そうですね、はい、ミズポンが出てくるまで少々お待ちください、はい、楽しみに、はい、ということでですね、はい、ガラクタいつも見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。4月ね、毎日更新してるんで、1話とか見てないと見返してね、はい、見てくれたら嬉しいです。はい、はい、ということで、はい、ガラクタ、はい、ぜひみんな見てー。リゾンさんのツイッター、インスタ、YouTube 概要欄に貼ってるよ。よろしく。フォローとチャンネル登録よろしく。お願いします。